皆さんこんにちは、のってんです。うわー、カツ丼が食べたい食べたい食べたい、カツ丼が食べたい。米はある、卵、玉ねぎ、おしゃれに三つ葉なんてある、各種調味料も揃っているのに肉がない。くそー、どうしたら。まさか君はビッグカツ。これを使えばカツ丼ができるかもしれない。やってみるしかない。ということで今回はビッグカツ30枚を使って巨大カツ丼を作ってみたいと思います。材料はこちら。ビッグカツ、ご飯、玉ねぎ、卵、小麦粉、パン粉、醤油、みりん、砂糖、和風だし、竹串、三つ葉、以上です。はい、ではまず最初にビッグカツを袋から出して積み上げて竹串で刺して大きなひとまとまりのビッグカツにしていきます。ソースこんな点々点な感じでしたっけ。よし、カツ丼食べるぞ。はい、竹串で止めていきます。ていこの辺か、よっこらせ。結構硬い。おー、よし。はい、そしたらこのカツを小麦粉、卵、パン粉の順につけていきます。お化粧お化粧。おお、トレーギリギリだ。はい、ということで一つのカツになりました。これを油で揚げていきたいと思います。ではカツを揚げていきます。怖いな、そーっと入れよう、そーっと。うわー、おー、やばい、はい、入らない。順番に揚げていこう。上がってる。おお、これテレビでやるやつだ。美味しいやつ。よし、そろそろずらすか。これどうしたらいいんだろう。うわー、やばい、怖すぎる。怖い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 。よしよし、うわー、よーし。わー、縮んだ縮んだ。でしょう。はい、揚げ上がったので切ってみます。お、硬っ硬っ。お、ミルフィーユカツになってます。美味しそう。じゃあこれを卵で閉じてカツ丼にしていきます。おカツ丼。はい、ということで巨大ビッグカツカツ丼の完成。なんかすごいのができちゃいました。一見ビッグカツを使ったってわからないですよね。すごい、これは贅沢だ。では早速いただきたいと思います。いただきます。これだけ見ると本当にカツ丼みたいですよね。いただきます。めっちゃ美味しい。本当にカツ丼の味になってます。ちょっとだけ硬いかなっていうのはあるんですけど、ほぼカツ丼です。美味しい。うん、これ駄菓子屋さんでビッグカツカツ丼っていうのがあってもいいぐらい美味しいです。衣に甘辛のタレが染みてるんですよ。ビッグカツがすごいってことかもしれないですね。これはこれ想像以上に美味しいので、カツ丼食べたいけど肉がない、でもビッグカツがあるっていう時はぜひやってみてください。はい、ということで今日もバンナム TV 見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、評価、ツイッターフォローよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またね。本当に美味しい。